学校帰りに琴恵と秘密の浜に行った。小学生の頃から行っているあの場所は全然変わらない。明日朝起きたら誰も家にいないかも。そうなったらいいな。でもそうなったら嫌だな。目が覚めたら全てが消えていたんです。歌おう朗らに共に手踊りラン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 アヒルさんガーガー。こんな花瓶あったっけ。はい、そちらの居場所はとっくに突き止めているんです。天井の小さな埃を数えたら14個。もうすぐ誕生日が来る。おまんは誰かいるの？いつまでもいたらいいよ。